双葉影ウは、影楼目コカゲ楼下双葉影ウ族に属する昆虫の一種。淡水の湿水域に生息し、世界的に広く分布する種で、日本に生息するコカゲロウか、および四水性影ウの代表的な種である。双葉影ウの和名は、松村松年が1904年に、日本戦中図解第一巻で、初めて提唱した。 成虫の体長は10ミリメートル内外ないし8ミリメートル内外で全子長は9ミリメートル内外2本の尾を有する成虫の体色は個体差があり緑色がかった体色の個体や褐色の強い個体が知られているがメスの場合はオスより体色が淡い成虫の鋼尾器は先端の尖った三角形大腹眼の上部は茶褐色、基部は黄色で 元腹眼も灰色がかった金色である。前肢の外縁の間脈は一本。オス成虫の足の元節、大節、物にはそれぞれ赤活色の和紋があり、腹部は紅白色。腹部の角節には褐色の反紋があるが、メスの場合はオスより不明瞭である。また、メス成虫の前肢前縁には褐色の反紋があるが、メスの和成虫では不明瞭である。 双葉カゲロウの幼虫幼虫は細長い円筒型で体長は約8ミリメートルないし約10ミリメートル体色は黄緑色で緑褐色の斑紋がある足は細くて単色で形節末端に一箇所の褐色予帯があり形節、武士の基部も褐色である頭部は小さく腹眼は側方につき触角は長く体長の半分以上に達する 全胸は、後ろで開いた定型で、左右に約4箇所の単色版があり、中胸背面にも、やや不規則な単色門がある。複節背面の中央部には、小中線を挟んで1体の単色天文があり、腹部には、洋上のエラを7つ有するが、双葉影郎の名の通り、第1から6体はいずれも二葉よりなり、第7体のみ単一である。尾は3本あり。 中央の尾はその両側に、両側のそれぞれ長毛を備える。成虫は、たまり双葉かげろうと似ているが、オス成虫の恥虫の間は円錐型で、その先端が尖る点で、区別できる。また、双葉かげろう族のオス成虫は、薄葉子かげろう族セントラプテレム及び、ヒメウスバコかげろう族プロクロエンとは異なり、恥虫末端節の形状は丸くて小さく、 左右の端子間の形状も円錐形である。メッセー中の場合は戦術の二族とは異なり、複眼は小さくて背面で接しない点に加え、全子全縁に褐色の反紋がある点で区別できる。幼虫も波蓋をかげろう、姫蓋をかげろうや小かげろう、各種に似ているが、尾の帯反の様子や触角が長い点などで区別できる。尾は、 内側のみに濃い褐色の帯斑が三節置きに入り、尾の先には幅のある脳褐色の帯斑があるため、その点で禁煙種と区別できる。また、腹部覆面中央部の左右には泡褐色のやや幅広いた手状が一本ずつある。コカゲロウ科の幼虫のエラを比較した場合、本種や薄箱コカゲロウ属の幼虫のエラはひし形で、双箱コカゲロウ属ベティーラやコカゲロウ属ベイティスの 幼虫のエラは単一らに円形である。また、本種の幼虫は、糸とんぼの幼虫とも似ているが、触角が長くて、頭が小さいことや、腹部側面に目立つエラがある点で、区別できる。世界的に広い分布域を持ち、全帰宅の広範囲に分布する。スウェーデンでは、陶器に氷結して、無酸素状態になる、小さな池でも越冬し、 実験的に完全な無酸素条件下に125日間置いても、半数が生存した記録がある。日本列島、朝鮮半島に分布する系統は、他地域の系統と遺伝的に大きく分化していることが、判明している。本種を含む、双葉影楼類は、最も身近な影楼類の一群で、淡水の死水域で多く見られる。また、 個体レベルでも高い移動分散能力を有し、人工的なものを含めた一時的な水域でも突然、出現することがある。通常は、年に火星で、成虫は春引く秋までの長期間にわたって、連続的に浮かし、繁殖活動を行う。成虫、亜成虫とも等下によく飛来する。カゲロウ類の成虫は極めて短命な昆虫として知られるが、 本種のメッセージはカゲロウ類としては、例外的に寿命が長く、約数週間から1ヶ月間にわたって生存する。また世代交代のサイクルも他のカゲロウ類に比べて、短く、年に、数世代を有することもある。カゲロウ類の後期は退化しており、食物を取ることはできない。昆虫類のほとんどは卵性だが、本種は昆虫類としては珍しく卵体性である。 本種の卵は、タンパク質性卵黄を有さず、母体から栄養供給を受け、肺発生の大部分を母体内で行う。そしてその卵は水に産み落とされると、すぐに孵化して陽性になり、そのまま水中生活に移行する。幼虫は、水田では6月頃から目立つようになり、冬場も水たまりなどで見られる。幼虫は、 遊泳に適した砲弾型の体型で小魚のように巧みに泳ぎ、いわ、水生植物の表面に生えた藻類を食べて成長する食食性である。幼虫は餌条件が良いと幼虫期間の脱皮回数が増加し、大型化する傾向にある。河川では蓋をかロ老類と混成していることも多い。なお、弱霊幼虫は有機輪形及び、 カーバメイト系の殺虫剤に対する感受性が高い。カゲロウメは不完全変態の昆虫だが、幼虫がいきなり成虫になるわけではなく、まず成虫とよく似た外見の亜成虫として羽化する。さらに、亜成虫は河原の周辺の小などで1日数日間を過ごしてから脱皮して成虫になる。幼虫は水草やヨシの周り、岸辺近くで水面羽化する。 カゲロウ目の幼虫は魚類をはじめとする捕食性の水生動物にとって重要な餌で、シャープゲンゴロウモドキンの幼虫は本種の幼虫を重要な餌の一つとしていると考えられる。また、本種の幼虫はハリガネ虫の幼虫に移動宿主として寄生される場合があり、その個体がウカゴニカマキリなどに捕食されることで移行すると考えられている。ありがとうございます。